韓国の魅力をシリーズ4回にわたってお届けする旅番組、もっと韓国。前回までの舞台、韓国の首都ソウル編に引き続き、今回からお送りするのは2018年に平昌オリンピックが開催された街、江原道のカンヌンです。こんにちは、こんにちは、宮沢沙耶です。全4回シリーズでお届けしている旅番組もっと韓国、第3回目は江原道のカンヌンからお届けします。前回までは K-POP グループグレートガイズのメインボーカルトービ君と一緒に韓国ソウルの魅力をたっぷりとお届けしてきましたが、今回の江原道編から一緒に旅をしてくれる新たなパートナーを紹介したいと思います。どうぞ。こんにちは、アイズでリーダーとギターを担当しているヒョンジンです。ヒョンジン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新たな旅のパートナーは2017年に韓国でデビューした4人組ボーイズロックグループアイズバンドのリーダー、ギターを担当するヒョンジュンさん。ヒョンジュン氏、今回旅をするここ江原道はどんなところなんですか？江原道は、山もあるし、山、海もあるし、自然がいっぱいある綺麗なところです。今日もね、すごい天気もいいし、なんかこれから楽しみですね。ワクワクしてきました。それでは早速行ってみましょう。もっと韓国、江原道カンヌンの旅、スタート。韓国ソウルから高速鉄道でおよそ2時間、韓国の北東部に位置する江原道にある観光都市カンヌンが今回の旅の舞台。まだ記憶にも新しい2018年に平昌オリンピックが開催された街です。2人がまず最初にやってきたのは平昌オリンピックでカーリングの競技会場にもなったカンヌンカーリングセンター。こちらでは気軽にカーリング体験ができるんです。寒い、寒いね。寒いよ。足が冷たい。冷たいよ。ここは何ですか？ここはカンヌンのカーリングセンターです。カーリングセンター、なんかカーリングやったことあるんですか？全くない。やったことあるの？いや、僕もやったことはあるんですが、ないですか？なんか見たことはある。うん、オリンピックとかでも盛り上がってた競技ですから ね、 ね。じゃあ今日は体験できるんだ。体験できるんだ。よー、頑張ろう、頑張ろう。2018年の平昌オリンピックでは日本女子カーリングチームが初の銅メダルを獲得する大活躍。実はその時、準決勝で日本が敗れた相手が韓国チームだったんです。果たして今回の日韓対決はどちらが勝つのか。ライバルですから。そうだ、ライバルだ。ライバルですからね。磨きまくってやる。そんなにいらない。全然間違った。曲がってっちゃったね。それで、うまくない？うまくない？やばい。そうなんだ。アウト。くそ。でも待って、チャンスだよ。そうですね。真ん中に行ったら勝つよ。優しい。優しいね。私優しいね。行きます。これがヒョンジュンさんのラストショット。黄色の勝ちだ。日韓アイドルカーリング対決は日本の勝利。
わー、カーリング楽しかった。はい、楽しかったね。ありがとう。はい、お腹すかない？すいた、すごく。はい、そうでしょ。うん、番組には大石目打ちがありますから、行きましょうか。行く、なんだろう。はい、案内します。はい。ここは観音の街中にあるとあるストリート。車で走っているとあちこちに目にする看板があります。実はこの場所は観音の名物グルメのお店が立ち並ぶチョダンスンドゥブ村。スンドゥブとは日本でいうおぼろ豆腐のような柔らか食感の豆腐のこと。このスンドゥブが観音の名物なんです。二人はこの村で人気の豆腐料理のお店にやってきました。お店の名前を直訳すると田舎のおばあちゃん家のお豆腐屋さん。ぐつぐつ暑そうだね。はい、暑いですからね。観音はもともとなんか豆腐が有名です。あ、そうなんだ。あ、豆腐になんか海の水を入れて、うん、作るのが、あ、作るのが有名です。400年以上にわたり観音で受け継がれている豆腐作り。海水を使うことでほんのりと塩味でとろけるような食感の豆腐ができるんだとか。ヘルシー志向の高まりから特に女性に人気です。これは、うん、なんか豆腐の鍋。チゲ？あ、はい、チゲ鍋。チゲ。おいしい。食べよう食べよう。お腹すいた。いただきま す,、はい、きます。すごいグツグツしてる。まずはなんか鍋から、うん、鍋から食べましょう。熱いですから、はい。あ、じゃあいいね。どうですか？僕から、はい、どうぞどうぞ。はい、ました。熱い、熱い、熱すぎる、熱すぎる。ちょっと大変。でも美味しいね。どう、お豆腐ミネラル感じる？熱くて熱くてそれどころじゃない。うん、あ、柔らかい。なんか口の中で溶けちゃう、なくなる。ちょっとゆっくり話して口の中で溶けちゃう。あ、はい、あ、溶けちゃう。うん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 。でもそんなに辛くないね。なんかさっぱりしてる。そうです。これなら夏でも食べれる。出来たての豆腐にシンプルに醤油をかけていただきます。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいですか？めちゃくちゃ美味しい。面白いね。面白い。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。美味しいね。うん、デザート。あ、デザート、デザートみたいな。あの、ダイエットに。そうですね、なんか痩せそう。あ、はい。こちらは豆腐キムチ。韓国流の食べ方はというと、こうやってキムチを一緒に食べたら美味しいです。食べてみてください。これで食べる。うん、おいしい。マジさよ。観音の名物豆腐料理を満喫した2人。おいしい。さらに豆腐ストリートにあるこちらのお店には何やら豆腐を使った人気のスイーツがあるんだそうです。こんにちは。こんにちは。초당두부아이스크림두개주세요。アイスクリーム？はい、豆腐アイスクリームです。豆腐アイスクリーム、豆腐アイス、豆乳とは違うんだ。おめでとうございます。ありがとう。今、観音の若者たちに大人気なのがこちらの豆腐ソフトクリーム。いただきます。はい、いただきます。さっき食べてみてください。わかりました。あ、硬いね、なんか重い、ずっしりする。どうですか？豆腐、豆腐豆腐だ豆腐だ。
そうですよね。豆腐だ。すごい。ですよね。うん。豆乳とは違うね。はい。違うね。全然違いますよ。全然違う。あ、おいしい。さっぱり。わかる、さっぱり。さっぱり？さっぱりは何？さっぱり。さっぱり。さっぱり。ああ、さっぱり。あ、フレッシュ。フレッシュ。あ、なんかフレッシュ。うん、フレッシュ、フレッシュ。うんうん。あ、痛い。突然本当に突然会いたい。あれかき氷かこれこの後も2人はまだまだ食べまくる。もっと韓国カンウォン道カンルンの旅。ここカンルンには豆腐と並ぶ有名な名物グルメがあります。カンルンのもう一つ名物はこれです。これはおそばですね。やっぱおそばだよね。なんかちょっと雰囲気が違う、はい、なんか食べ方はこのスープをこっちに入れて、うん、はい、はい、一緒に食べたら美味しいです。冷たそう、凍ってる。キムチの汁、へえ、入れていい？はい、入れてもいいです。すごい、いただきます。それは違うの？はい、それは、はい、これはなんか辛い、辛い、甘辛い、うん、はい、甘辛い、ビビン麺、ビビン麺。では、はい、食べてみてください。いただきます。いただきます。楽しみにしてたんだ。いただきます。いただきます。うん、美味しいですか？薄い、味が薄い。うん、味が薄い。これはどうやってラインだ？ん？かわいい。おいしい？おいしいです。おいしい。これどうやって味付けたらいい？あー、これは、うん、辛いソースと、これはお酢。これ入れて、ちょっと、お酢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 入れて、大丈夫？うん。あ、さっぱりしてて美味しい。そうですか。うん。日本と違いますか？ほんとね、日本で食べるそばに近い食感です。うん。これ、韓国のミョンテという魚を明太、うん、明太明太一緒に食べたらいいですね。はい。うん、いい、うん、おいしい。これも食べてみてね。それ気になる。これ何？これはおそばで作った、うん、チヂミ。おそばチヂミ。おそばチヂミですね。なんか入ってるね。キムチかな。はい、キムチです。あ、おいしい。おいしい。もちもちしてるね。おいしい。おいしい。ちょっと日本の餃子と、うん、食感が、そうだね、日本の餃子、揚げ餃子、揚げ餃子に似てるかも、うん、味もそうかも、近い。おいしい。はい、取っといて、ファンの、うん、取っといて。あ、はい。食べたい、そっちも。はい、はい、分かりました。くたくた。くたくた。あ、そうですね。うん、では僕がなんかいいところに案内しますから行きましょうか。行きます。はい、散歩行きましょう。散歩散歩。二人がやってきたのは標高975メートルの高山地帯にある広大な牧場、テガンリャンヤンテ牧場。およそ 1.5 キロの遊歩道に囲まれていて、散策には最適です。なんか僕が探していました。探してた。何を？さやちゃんのプロフィールを。おー、何を見つけた？僕 AKB を知りました。はい、知ってる。知ってる。なんか、あ、僕がなんか日本に公演しに来たことあるんだ。はい、日本に、はい、うんうん、たくさん行きました。
それでホテルに行って、うん、TV を見たら、うん、いつもなんか AKB 出てた48が嘘いたかもはい、そうですねいたかもそれいたかもすごい羊実は僕、羊見たことがないので初めて初めてですじゃあちょっと挨拶しに行かないとおはようおはよう、羊さんこんなにいるの初めて見たすごいかわいいふわふわなんかふわふわ感じですね、ふわふわしてるやっぱり羊は韓国で、うん、韓国語でヤングですヤングヤングヤングはい、ヤングヤン、はい、ヤン、こんにちはさらにこちらではこんな体験もここでは羊の餌やり体験ができるそうなのでやってみましょう、はい、やってみましょうやってみましょうだってなんかあ頑張ってさっき泣いたからなんでよ怖いですからよしじゃあ、はい、かっこいいとこ見せるよはいどうぞ、あこの子優しく食べてくれるいいね頑張ってはいわかりましたたくさんあげます、はい、あなんかうっ、ん、てくるよねなんか変な感じか変な感じはいはいどうぞかわいいねえすごいなんかいいね動物と触れ合えるのはい動物好きですか大好きあ、うん、僕もなんか家には猫がありいますから猫あ1匹家3匹あ4匹えそんなに飼ってんのなんか道で見つけた、はい、優しい優しいはいや食べますか食べますかひどいねあ、いやいやかわいい関温度の内陸部はハイキングに最適な標高の高い山岳エリア一方、東海岸沿いは全く別の表情を見せる観光スポットとなっていて豊かな海の幸を楽しむ観光客でにぎわいます美しい砂浜が続くキョンポで海水浴場へやってきた2人日本と韓国お互いの芸能活動について語り合いました意識してることとかあるんですかリーダーでこういうチームにしたいなんか入力というなんか言葉を僕たちが作りたい、うん、あなるほどねなんかそんなバンドがなりたいんですなんかさえちゃんも、うん、前リーダーやってたしましたよやってましたでも私の場合は自分がもともといたグループじゃないグループのリーダーを突然やることになったから、うん、もう何もわからない4人だとさなんかメンバーをまとめるってことでは大変じゃない喧嘩とかするでも僕たちはなんか行きたい道が同じですからそっかでもその先頭を切るわけでしょこっちがいいんじゃないそうですねこっちがいいんじゃないって、はい、ちょっとあるんですねうわ大変だよこれからもっとあ実はなんか最初は大変でした、うん、なんか僕より年上人もいるし、うんうん、なんかもともとリーダーじゃなかったのに、うん、リーダーをなんかやることに、ねはい、やることになって、僕もわからなかったので、うん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 、なんかその時メンバーたちがたくさん助けてくれた、はい、支えてくれた。サイもそうだった。あのメンバーの他のメンバーの子たちが。すごい助けてくれて、うん、で頑張れてたやっぱすごいよ ね仲間の力ってねやっぱりなんかグループを活動するときには、うん、メンバーたちが一番重要だと思います
本当にそうです。本当にグループのリーダー経験がある2人だからこそ分かり合えるものがあるのかもしれませんね。カンヌンの東海岸でひときわ目を引く建物がこちらのスカイベイホテル。冬季オリンピックをきっかけに2018年1月にオープンしたカンヌンで人気のリゾートホテルです。建物の最上階は温水プールになっていて、プールの境界の向こうに見えるのが海の水平線、絶景です。こちらは落ち着いた雰囲気のスイートルーム。スカイベイホテルでは季節やパッケージにもよりますが、通常ランクのお部屋であれば一室一泊1万円以下での宿泊も可能です。そしてテラスからの眺めも絶景。実はこのホテル、片方が湖、もう片方がビーチというちょっと珍しい場所に立っているんです。2人はオーシャンビューを眺めながら食事ができる20階のレストランへ。充実のビュッフェメニューが人気です。すごいよ、お寿司大好き。はい、僕も大好きですから。お寿司とか刺身とか。お刺身、マグロ、すごいね、なんか日本食、中華、なんか本当に美味しそう。美味しそうだね。もう少し、もう結構取っちゃった。食べた？はい。あ、おしゃれ、上手上手。え、ちょっと待って、サムやりたい、それ。お、いいんじゃない。綺麗です。なんか写真で美味しそう。美味しそう、やったやった。乾杯。今日は一日がもう終わっちゃいますけど、ありがとうございました。ありがとうございました。最後のご飯、すごいね、ビュッフェ。なんか性格が出るよね。あ、そうですね。なんか野菜か山盛り。僕はシンプルだね。はい、シンプルですね。うん、ちょっといただきましょう、先に。はい、いただきます。いただきます。今回の韓国の旅でやっと食べれた。あ、食べたかったの。あ、そうですか。うん、美味しい。やっぱキンパ大好き。美味しい。マグロ、はい、うんうんうん、僕は好きですから。もっとわさび必要なんじゃない？あ、大丈夫です。少ないんじゃない？はい、大丈夫です。いや、でも今日本当に盛りだくさんな一日をありがとうございました。あ、カーリングして。あ、はい、なんか羊、羊ね、可愛かったね。羊みたい、初めての羊みたい。はい、初めての。あとはお鍋食べたり、お蕎麦食べたり、いろいろありがとうございました。はい、案内してくれて。次回はどんなところに連れてってくれるのか楽しみです。あ、次回も期待してます。いや、期待してます。やった、期待するね。ありがとう。次回はカンウォンド関連の旅する第2弾。2人はまだまだ関連のグルメを満喫しちゃいます。おいしい。ナビー。今関連で人気のアクティビティにも挑戦。何この感じ。さらにヒョンジュンさんのサプライズな演出も。もっと韓国カンウォンドカンヌンの旅ボリューム2、次回もお楽しみに。